今日は食物繊維たっぷりオートミールの朝食を紹介したいと思います。皆さんおはようございます。今日はオートミールを使ったヘルシーかつ簡単な朝食を紹介したいと思います。では作りましょう。まずオートミールは私はスーパーで購入してます。安くて 300g 入ってるので結構使えます。使うものはオートミール 30g、 牛乳 150ml、 スライスチーズ1枚、卵1個、鶏ガラスープ小さじ 1/2 程度です。きのこを使ったバージョンも紹介したことあるんですけど、今日は小松菜を使います。冷凍したやつです。オリーブオイルちょっとだけ、小松菜、オートミール 30g、 牛乳 150ml、 鶏ガラスープ小さじ 1/2 ぐらい、お好みで。オートミールが柔らかくなるまで煮込んでいきます。オートミールは食物繊維がねすごく豊富なので、朝食べるのにおすすめです。便秘解消にもおすすめ、鉄分やビタミンも取れるので栄養不足の方にもおすすめの朝食になってます。グツグツしてきましたのでチーズを裂きながら入れていきます。今回とろけるチーズ使いました。パラパラのチーズとかでも何でもいいと思います。こんな感じでできました。タンパク質、卵でタンパク質取ります。はい、完成しました。ということで早速いただきたいと思います。鶏ガラスープの塩分と牛乳とチーズのまろやかさがすごくマッチしててめっちゃ美味しい。小松菜のシャキシャキ感もバランスが取れててめちゃめちゃいい相性が。これは牛乳じゃなくても豆乳とか、あとアーモンドミルクとかに置き換えても美味しいと思います。はい、ということでね、これから気温も暑くなってくるので朝食はねしっかりとって栄養もとって、素敵な朝を迎え、素敵な一日をお過ごしください。ということでまた次回の動画も見てください。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。インスタグラムやツイッターのフォローもお待ちしております。